さあ、では3作目はね、私の在籍した野球部の部室に行ってみましょうか。この野球部の部室は今でもクローズに出てきそうなね、刑務所っすよ。これ当時のまんま、これが部室ですよ、ね、でこの中で何が行われていてもわからない。いじめがあっても性行為があってもわかりません。当時この野球部の部室、私が現役の頃はこの中で麻雀をやってましたね。まあかけていたんじゃないかな、そこら辺は何とも言えないですけどね。である日麻雀やってたら、監督がね、担当の先生が、おい開けーってからね、一大事ですよ。麻雀牌取り上げられて、そのまんま全校集会ね。で野球部は出場停止、出場停止って言ってもね、私がいた頃の野球部って最初の試合で大体負けてたんでなんね、優勝候補でもなかったですしね、懐かしいですね。まあそんなことがありましたね、懐かしい思いです。まあたま、ちなみに当時の野球部員は定額をいただきました。懐かしい思いです。まあそんなとこですかね、うん、他にもいろいろあったんですけども、学校の中ではねそのぐらいですよね、うん、思い出といえば。学校の外、在校中にどちらかというと学校の外で起きる事件の方が当時は、まあ、まさにビーバップハイスクールだったりスクールウォーズだったと思いますよ。どこでもあったんじゃないかな、それは。だからね、もう昭和40年代生まれ、中学校高校あるあるですよ。言ったところで珍しくもないので、みんなそれあったよねって言われちゃうんでね。特に過去を悪ぶって見せたりとか、俺も昔はやんちゃだったからとか言ったらね、安っぽいんで、まあこのぐらいにしときましょう。じゃあ。